で、これ本物じゃなくて AI の声だからというコメントは、ちょっと待って、 AI じゃないから私今喋ってんの、違う、あの AI ってか AI の歌ってみた流行ってませんか、あちょっと待って、あやねって呼んでください、あやね、はい、あやねさん、違えた、あやねさんの話じゃなくて、そう、AI じゃないよ、 AI 流行ってますけどね、 AI だのなんだのって、私ね、さっきっていうか、さっきね、ちょうどAI の話をね、ブツブツと喋ってたんですけど、あ、独り言じゃないですよ、人と喋ってたんですけど、なんかさ、YOASOBIさんのアイドルって曲も爆流行りしてるじゃないですか。でそこでさ、なんかさ、YouTube のおすすめがさ、なんか、まあ、たまにね、まあ、歌ってみたとか流れてくるんですけど、まあ、特殊な動画も流れてくるわけで、まあ、でも割と最近も再生回数が回ってきてる動画だから皆さんも知ってるかと思うんですけど、待って、ちょっと AI ならもっとトークうまいからなとか言うんじゃないよバカで、さ、もううるさいな。で、それで、もう面白かったのが、テイラー・スウィフトさんの AI が YOASOBI の YOASOBI、YOASOBI アイドルを歌ってみたみたいなのを見て、もう意味がわからないっていう、もう情報の混在がすごいみたいな風に感じて、で実際に聞いてみたんですけど、めっちゃなんかテイラー・スウィフトさんっていうのかな、テイラーの声で、もっと毛の親が王だな、そのメディアって言ってるから、すごいちょっとさ、やばい時代って思って、すごい私ね、ちょっと AI 気になってるんですよね、すごい。